皆さんこんにちは。元体操選手の内村航平さんが嫁の千穂さんにモラハラをしているという文春報道がありました。文春に掲載されているモラハラ内容は嫁の千穂さん側の証言のようで、内村航平さん側は内容について言及していません。一方的に内村航平さんが批判されている状況ですが、客観的に調べてみるとお互いに離婚の原因があるようにも見えます。そこで今回は内村航平さんの嫁の千穂さんへのモラハラ内容とその真相について詳しく調査してみました。文春による内村航平さんのモラハラとされる内容は、嫁の体調不良に無関心、心療内科に通う妻を理解しようとしない、妻の手料理は食べずにウーバーイーツ、お守りは信じない発言、子供と遊ばずにゲームというような内容でした。ただしこれは全て嫁の千穂さんの証言によるものなので 100% 事実ではない可能性が高いですね。それを考慮した上でモラハラ内容をご紹介します。最初に嫁の体調不良に無関心という内容です。2017年4月、嫁の千穂さんが内村航平さんの大会の応援をした日のこと、大会が終わって帰宅するといつもと違う体調の変化に気づいた嫁の千穂さん、救急車を呼ぶかもしれないと先に寝ていた内村航平さんに伝えましたが、彼はうっと相槌を打つだけだったそうです。確かに文面からするとかなり冷たい対応のように思えますね。大会後なので内村航平さんはいつもより疲れていた可能性もあります。それでも嫁の千穂さんからしたら一大事ですので真剣に向き合ってほしかったですよね。翌日病院に行きましたが、結局原因不明だったそうです。次に心療内科に通う妻を理解しようとしないという内容です。嫁の千穂さんは2020年6月頃からメンタルに支障をきたし心療内科に通い始めました。薬も毎日飲んでいたそうです。そのような嫁の千穂さんに対して内村航平さんは、理解できない、自分の脳のことなんだからコントロールしろよと言ったそうで、千穂さんが先生の話一緒に聞いてほしいと何度伝えても内村さんからは、言ったところで何も理解できないよと言われるだけ。彼はメンタルが強いので本当に彼女の苦悩がわからないのかもしれません。千穂さんは言葉少なに夫から見放されたようだったと漏らしていたと知人に話していたそうです。体操選手がメンタルについて学ばないということは考えられませんし、一流選手ならば自分の競技に活かせる部分も見つかるかもしれません。知人の証言ですのでどこまでが正確な発言かは不明ですね。ですが病院へは一緒に行かなかったという行動は信憑性は高いと思います。内村航平さんに事情があったのかもしれませんが、なんとか付き添ってあげてほしかったですね。次に妻の手料理は食べずにウーバーイーツという内容です。内村航平さんは練習がある日はトレーニングセンターなどで食事をしていました。とある休日、家族でご飯を一緒に食べるために嫁の千穂さんが手料理を作った時のこと、その料理を見た内村航平さんはウーバー頼んだからそう一言だけ告げ、自分の分だけピザや牛丼を頼むことも少なくなかったそうです。千穂さんは友人たちに作った料理を前に出前って本当に悲しいよとこぼしていたと言います。確かに文面だけを見ると悲しいですが、内村航平さんの偏食は有名です。さらに一日一食で夜しか食べません。内村航平さんは基本的には夜に一食しか食べない、自分の体を宙に浮かさないといけないので食べたら重みとしてそれがあるわけじゃないですか。僕には食べないことが合っていると語っています。これは2022年の最近のインタビューを見ても変わっていないことが分かっています。そして試合前でも好きなものを食べることは変わりませんでした。好きなものを好きなだけ食べるというスタイルの内村航平さん、体のことを考える嫁の千穂さんの気持ちは十分わかりますが、内村航平さんにとっては1日に1回の楽しみの食事です。この部分は2人とも妥協することはできなかったのでしょうね。次にお守りは信じない発言という内容です。嫁の千穂さんが内村航平さんを思ってお守りを渡そうとした時の話です。怪我をしないようにと試合前に買ったお守りを内村航平さんに渡したところ、
帰化の発言があったそうです。内村さんからはそんなもの信じていないからと冷たく言われたそうです。そうしたことが重なり、彼女は孤独感を募らせていったそうです。そんなものと冷たく言われたというのがどこまで信頼できるかは不明ですが、内村航平さんはお守りを信じないのは本当のようです。それはロンドンオリンピック前のインタビューでの内村航平さんの発言でした。そういうのは信じない、お守りも持ったことがないし、それよりも練習するだけですよ。これは受け取らないのは仕方ないのかもしれません。お守りを持ったことがないのですから、試合前にいつもと違うことはしたくないはずです。だとしてもちょっと悲しいですね。最後に、子供と遊ばずにゲームという内容です。内村航平さんはあまり子供と遊ばないという内容もありました。家ではソファーに座って任天堂スイッチやポケモン GO とかで遊ぶか、スマホで動画を見ることが大半。娘たちが遊んでほしくて声をかけても邪魔というか無視するだけで、公園に連れて行くようなこともありませんでした。内村航平さんはかつてポケモン GO で50万円課金しそうになった過去があるという、ポケモン GO にまつわる冷や汗もののエピソードを明らかにしました。事前合宿地サンパウロでふと携帯電話の通信量を確認した内村選手は50万円と目を疑ったそうで、結局大丈夫だったそうですが、かなりのゲーマーということがわかるエピソードですよね。そして同じ時期のインタビューでは、オリンピックで家にいなくて子供に寂しい気持ちをさせてしまったので、思う存分自分で遊んでくれという発言もあり、これについては意見が食い違っていますね。どこまで本心なのかは分かりませんが、少なくとも子供のことはほったらかしではないように思えます。そして、子供に関しては体操選手だけあって、少し体に気を使う必要があります。一緒に遊んで怪我をしてはいけないので、普通の遊びはできないこともあるでしょう。引退後には思う存分遊べるはずだったのに、悲しいですね。後に離婚することになったお二人ですが、離婚の原因は嫁にもあった、モラハラした側が離婚を要求しているという噂が流れています。ここで文春の報道をよく見ると、離婚を切り出したのは内村航平さんのようです。時系列を整理してみましょう。2021年10月24日、世界選手権後、内村航平は嫁の千穂さんを避けるようになりました。千穂さんは普通に食事できなくなり激痩せし、摂食障害との診断を受けました。体重は 40kg から 33kg まで落ちてしまったそうです。2021年11月19日、千穂さんは2人の娘と実家に帰り、2021年11月29日、内村航平から離婚の意思は変わらない、別居するとのラインが来たそうです。2021年12月26日、千穂さんが自宅に帰ったが、内村航平さんは不在で居場所不明だったそうです。離婚の意思は変わらないという文面から、内村航平さんから離婚を切り出していたことがわかります。そして千穂さんは文春からのモラハラを受けたかという取材に対して、はい、私はそう受け止めていますが、あとは夫に聞いていただけますかと答えています。はっきりとモラハラだったと言っていますね。一般的にはモラハラを受けた側が離婚請求するケースが多いですが、今回はモラハラした側が離婚を切り出していますし、千穂さんが離婚を考えていたという記載はありません。展開も急すぎますので、文面にできない真相がお二人の間にあったのではないかと思いますが、実は千穂さんに略奪婚の噂もあるのです。なので文春へのリークは嫁の可能性もあるのではないかという噂も出ています。文春の報道内容は 100% 真実ではないかもしれません。ですがあまりにも出来事が詳細に書かれていて、全て夫妻の知人の証言ということですが、ここまでプライベートなことを知人に話すでしょうか。極めつけは内村航平さんの LINE の内容をなぜ知人が知っているかということです。真実は明かされることはないでしょうが、語られていない理由があるのかもしれません。内村航平さんは文春の質問には回答を出してませんが、モラハラについて認めていると思われる発言もしています。それは内村航平さんが2022年1月14日に言った、
引退会見での、僕は小さい時からずっと父親に、体操選手である前に、一人の人間としてちゃんとしていないとダメだ、と言われ続けて育てられたので、その意味がようやく分かった、という発言です。きっと内村航平さんは嫁の千穂さんとの離婚や、家族について話しているのだと思います。そう考えればしっくりきますよね。文春では、モラハラ離婚となっていますが、内村航平さんから離婚を持ちかけたというところに違和感を感じます。そうなると本当の離婚理由は何だったのでしょうか。内村航平さんはアスリートですので一般論には当てはまらないかもしれませんが、司法統計から推測してみました。一般的に男性側から離婚を切り出す理由は以下の通りです。1位性格が合わない、2位精神的に虐待する、3位異性関係、4位家族親族と折り合いが悪い、5位性的不調和、6位浪費する、7位同居に応じない、8位暴力を振るう、9位家庭を捨てて顧みない、10位生活費を渡さない。当てはまりそうな項目は性格や親族に関することでしょうか。内村航平さんの母親の千佳子さんと嫁の千穂さんの不仲は明白なようで、今回の文春の記事にも会うと体調が悪くなるとも書かれています。それに加えて内村航平さんの性格が離婚理由としては大きなところではないでしょうか。今後内村航平さんと嫁の千穂さんご家族にとっていい方向に話が進むことを願いたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。